柱勝手に番付話しかけやすさ第3位、優しい笑顔と穏やかな口調、他の柱からの信頼も厚い。答え、第3位、虫柱胡蝶忍、虫の呼吸。話しかけやすさ第2位、後輩からも慕われる、人を引きつける魅力があるようだ。答え、第2位、縁柱煉獄杏寿郎、炎の呼吸。話しかけやすさ第1位、笑顔を絶やさず明るい性格、無口な水柱とも積極的に会話をする姿も好印象。答え、第1位、恋柱甘露寺蜜璃、恋の呼吸。勝手に番付話しかけにくい第3位、涙を流し念仏を唱える姿に恐れを感じるのか、一方尊敬もされている。答え、第3位、岩柱姫島行明、岩の呼吸。話しかけにくい第2位、鋭い視線がその原因、恋柱と風柱とは気が合う様子。答え、第2位、蛇柱イグロオバナイ、蛇の呼吸。話しかけにくい第1位、暴風のように荒々しい性格とこわもての風体が影響したのか、話しかけにくい柱1位にはダントツで選ばれた。答え、第1位、風柱品津川実美、風の呼吸。勝手に番付柱瞬足番付第9位、食後すぐに走ったことが原因だろうか。答え、第9位、恋柱甘露寺蜜璃、恋の呼吸。瞬足番付第8位、最年少秘めた力は柱随一か。答え、第8位、霞柱時藤無一郎、霞の呼吸。瞬足番付第7位、蛇行する奏法が怪異の原因、直進すれば上位入りも。答え、第7位、蛇柱イグロオバナイ、蛇の呼吸。瞬足番付第6位、水を思わせる流麗な走りをするも上位入りは逃す。答え、第6位、水柱富岡義勇、水の呼吸。瞬足番付第5位、燃え盛る炎のような勢いで爆走する柱が5位に入る。答え、第5位、縁柱煉獄杏寿郎、炎の呼吸。瞬足番付第4位、蝶のごとく軽やかに駆ける、ただし時空力は少なめ。答え、第4位、虫柱胡蝶忍、虫の呼吸。瞬足番付第3位、
走る姿が一番迫力があり、怖かったという報告もあったそう。答え、第3位、岩柱、姫島行名、岩の呼吸。俊足番付第2位、草場をかけるその姿は早き風のごとし。答え、第2位、風柱、品塚実美、風の呼吸。俊足番付第1位、柱最速の足を持つのは元忍びの柱、一瞬で消え去る姿はかまど大使たちを驚かせた。答え、第1位、音柱、宇髄天元、音の呼吸。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また見てください。